はい、こんにちは。今日もセイクリッドブレードやっていきます。で、今日はですね、ボス攻略の前にキャラパワーの上げ方について説明します。皆さん武器ちゃんと装備してますか？この武器がね、結構大事なんですよね。で、今武器、このシリルの刀、つけてるとつけてないじゃん100ぐらい違うね。この刀ね、一回強化してるんで攻撃力ちょっと上がってるんだけど、初期の状態でも50ぐらいは上がる。で、問題がこの武器なんだけど、ノーマル武器とレア武器でめちゃくちゃ差があるんだよね。はい、ノーマル、シリルの鉄塔だと攻撃力が2から3ですね、ノーマルだと。で、これも2から3。だけど、レア武器、30から46。この倍率がひどい。皇帝塔もね、30から46。早速ね、作っていきましょう。はい、シャキーンと作って。で、このね、ノーマル武器とレア武器の差がひどすぎて、まあ、レア武器つけるだけでも相当強くなっちゃうんだよね。まあ、素材とかもね、なかなか集めると大変なんだけど、この鍛冶屋で、錬金術とかでね、ブロンズ鉱石、レザー鉱石作れるんで、まあ、なんとかなります。まあ、シリルの場合はレイドの素材とかもあるんだけど、まあ、早速ね、使っていきましょう。さあ、1523だって。すごいね、ほら。いや、1000だったのが1500だよ。だいたい 1.5 倍ぐらい強くなってる。このぐらいね、やっぱレア武器は大事だっていうことで、皆さん必ずレア武器作った方がいいです。まあ、素材の集め方なんだけど、ストーリーモードの3番目のミッション、3番目のミッションがだいたい素材系のクエストになってるんで、それをね、周回するといいですよ。で、私の場合結構めんどくさがり屋なんで、スキップチケット使いまくって一気に素材手に入れました。まあ、それでね、変換してサクッとこんな感じでね、使ったりしてます。ということで、皆さん武器はレア使いましょう。はい、じゃあということでね、今回ボス攻略7の8ですね、やっていきましょう。ここら辺から結構難しくなってくるんで、結構ね、ワンミスが命取りになるんでね、この辺から来ると。さあ、で、今回はスレイですね。スレイのおじさんを倒していきましょう。で、こいつ毒持ちで、魔法タイプでね、遠距離型かな、なんで、いきなり近づいて、範囲攻撃ぶちかましてくるんで、気をつけなきゃいけないですね。さらに、非1ヒットの、緑3なんで、今回イライザ入れてます。このイライザのチェインがなかなか強くて、自分のいる位置から、まあ、6方向に向かって、チェインの数だけ攻撃、手数が稼げるっていうような能力持ってるんで、このチェインをスレイにぶつけていく。で、シリルは盤面調整用ですね。盤面調整兼、まあ、MP 稼ぎ屋と、あと、まあ、雑魚一掃する要因ですね。で、ヒマ1ヒットからの緑3チェインなんで、どうすっかな、これ。このね、スレイをうまく、イライザの直線上に誘導しなきゃいけないんだけど、このうまいことね、来てくんなきゃチェインが当たらないんですよね。なんで、ちょっとシリルを使って盤面調整しつつ、まあ、敵を動かしていきましょう。で、このボスなんだけど、魔法タイプなんだけど、めっちゃ近づいてきて攻撃してくるんで、あえて味方を集めて敵を誘導しましょう。で、なるべくね、この敵っていうのはこっちのキャラを全員含めて攻撃をしたがる傾向にあるんで、まあこの際全員入れる、左下に移ってくれればこいつら3人に対してダメージを与えるんで、おそらく左か右に来てくれる、どっちに来てくれてもいい。お、来たね。はい、でダブルアタック、これは結構痛いぞ。期待が誘導することができた。なんでここからイライザの、はい、5チェインで。ちょっと待ってよ。これ、光だと、ダメなんだよな。光だとダメなんだけど、一旦ね、チェイン稼いで、
MP 貯めておきましょう。はい、シャノンでポチェイン出して追加ターンゲットしつつ MP をマックスにしていく。で、イライザ、あ、これで盤面が整ったね。炎のエレメントが結構多いんで、これで3チェインおそらくいける。さあどうだ、2チェインからつないで、あ、いけたね、3チェイン。はい、これで OK です。はい、これで炎入れてからミライザの痛い場所にシルバーロを出して3発当てていく。よし、これでバリア剥がせたんで、まあこうなればね、あとは簡単です。はい、シャノン君の出番でございます。はい、あとはシャノンのスキルを3連発ぶっ放す。これだけでね、もう OK です。ここまで持ってくるのがなかなか難しい。敵のね、攻撃力もなかなかあるんで、一人でもね、かけると積んじゃうんで、このボス戦は。まあ、なんとかね、いけましたね。はい、残りの MP で、ワニちゃんをファイアビームで焼きつつ、で、残りのワニを普通のチェインで押していく。あ、いいっすね。さあ、なんとか、いけました。まあ、結構うまいことね、パズルハマってくれると、楽に勝てるんだけど、なかなかね、敵を誘導するのも神経使うね。あっさりやられたりもするんで。はい、じゃあ次、88のボス攻略していきます。で、88ね、ちょっとまだクリアしてないんで、ちょっと中読んでいきましょう。ほうほうほう、あ、緑系の属性なんで、シャノンのアクティブスキルが刺さりますね。緑1ヒット、火3チェインか。ってことは、シャノンで緑エレメントを踏みまくるみたいな感じですね。で、右側のワニちゃんもなんかシールド持ってるな。どうしよう、盤面整理をしていきたい。ちょっとエレメントの数増やしたいから岩を砕きたいな。こういう時の岩砕き要因兼盤面整理はシリルがやるんで、シリルかイライザーであればいいんだよ。どうすかな。ちょっと光エレメント意味ないんで消していきましょう。いや、まずあれだな、岩を砕いて、光エレメント消しつつ岩を砕いていく。で、どうすっかな。これで火3チェインは無理だから厳しいんで、まだ盤面整理しなきゃいけないかな。いや、どうしよう、難しいな。ちょっとボスの位置も気になるんだよね。シャノンやられちゃうと、まあ、今回ね、シャノンかイライザーやられるともうどうしようもなくなるんで、ちょっとリスクを犯せないけど、火使ってしていくか。2チェイン、いやー、これで2か。これで2か。あ、いいか、いくか。炎出して、1人。あー、やれないか。さあ、どうする。緑のエレメントの数、足りるか、これ。いやー、足りないよな。
全然ダメだな、バラッバラ。なんで岩砕きましょう。岩とあの上の鶴みたいなの砕いてエレメントを増やしていく。まあ盤面整理だとね、あんま MP が増えないから。あ、これどうだ、これ。いやでもこれ動きたいけど、シャノンが捕まってるから解放しなきゃいけないんだよね。うまいこと。いやでもこのイライザのこの位置からだとちょっときついかな。こういう時こそシリルの刀で、上の緑にこうつなぎしていけないか。これで、ああいいね、4チェインで範囲攻撃になるので、右上の鶴壊しつつシャノンを助けていく。4の方、カンナギ、カンナギ、よし。いや盤面が悪いな、火と光が多い。こんなにいらねえ。さあどうする、光消すか火を消すか。いや敵集まってんな。イライザの位置も微妙だな。ちょっと待って、こいつ退避させた方がいいんじゃないかな。危ないわ、結構危ないんで、火エレメント使って遠くに逃げましょう。敵の移動速度もあんまり、移動量もあんまないんでね、がっつり距離離せばここでいいか。もうこれ以上いけないな。いうまいこと分断されてますね、このボス。ボスのね範囲が結構広い。4マス使ってんだよねこいつ、贅沢だな。もう圧倒的なんだよねこいつの範囲が。ボスのいるところは緑マス扱いなんで、またげないんだよね。よし、しっかりビームぶちかますか。一匹ワニやって、で、ちょうどね、この位置だとワニのシールド剥がせるかもしんないな。あ、でも待って、光、この宝箱になったおかげで、光を使える。光エレメント逃げでいくか。これで逃げちゃうか。もっとなんかいい方法ないか。微妙、2チェインが限界かなやっぱり。いやでもあれだよね、なんかこの複合タイプのパズルしてるとき一番面白いかもしれない。なんかパズドラのコンボ考えてるときに近い。2チェインでいいか、もう一回これで退避して、はい、でねこれで罠を仕込んでいく。で、おそらく敵がイライザ側にやってくるんで、起きますよね。うわ、いって、やべえ。ちょっと待って、思ったよりやばかったな。イライザが死んじゃうと積むんで、まあ、ただこれどうだろうな。次動くと、このイライザの設置したシルバーアローが発動するんで、このボスに緑1ヒット入れれるんですよね。その状態で火3チェインできれば剥がせる。いやーどうすっかな、今3チェインできない。一旦シリル使って盤面整理をした方がいいか。悩ましいな。いや、このシルバーローを生かすためにはボスをあまり移動させたくないんだよ。ちょっとシリルで盤面整理しつつ、ボスの右側、あまりここから移動しない感じで。あ、これいいね。
ワニちゃんにもヒットするんで、はい、これで緑エレメント使いつつワニちゃんに、おお、いい、強いな、やっぱりこいつのなんかこの青い刀つけてからかなり強くなった。いや、レア武器様様ですね。お、で、はい、来ました。イライザのシルバーローがヒットしたんで、今あと非サンチェインだったらいけるね。これちょっと全然余裕ですね。しかも5チェインなんで、こいつぶっ放して、で追加ターン得られるんだけど、もう MP 溜まってるんで、あとはあれですね、ファイヤービームぶっ放して終わりみたいな。あ、完璧ですね。シルバーアローもなかなか使い方考えたら面白いな。バナってこういう使い方できるのか。はい、そんな感じで最後はね、あっさり勝つことができました。セイクリッドブレイド88ボス攻略以上になります。結構ね、このゲームキャラ一つ一つがかなり特徴あって、もう被りキャラみたいなのがねいないんでね、すごく今楽しめてますよ。いやー、なんとかクリアしたが、次の動画はおそらく9の8の動画になるであろう。ではまた次の動画でお会いしましょう。